ナム。ウーロン茶でお願いします。よし、わかった。おい、ウーロン茶。これは俺の知ってるウーロン茶じゃない。何を言う、ウーロン茶の色がついているだろう。しかも色だけじゃなく火もつくんだぞ。火がつく時点で大部分がアルコールだ。なら水でどうだ。どうして火がつくんですかね。可燃性なんだろう。色は水だから気にするな。あなた方は色でしか飲み物を判別できないんですか。